これはグラウンドでテイクダウン狙いの布石か。しかしまだ間合いがあります。間合いを取っている。この戦いをしたいのが森藤の方なのか。右のロー、手足が非常に長い森藤です。右の肩、さらには左の膝にテーピングがっちりあります。さあじわじわコーナーに詰めていく。右のハイキック、距離が近い。右は捉えました森藤、ハイキック先ほど出していきます。5分2ラウンド制です。赤野選手、スタンドの攻防どう見えますか。そうですね、なんかハイキック、お互いのパンチが見え合ってるって感じがします。両方大事だと思うので、見え合ってる。さあ足関節に行きたいところですが、体を寄せてこれを防ぎます。橋対応が早い。第1ラウンド残り少なくなっています。ここで第1ラウンドが終了となりました。こちらが橋高代、ラウンド2ファイナルラウンド。さあ最終ラウンドです。赤野選手、この後何をこう攻撃、何見ていきますか。そうですね、このお互いにパンチが見合ってるので、はい、どっちが、まあ、いいのを当てれるかっていうのもあるんですけど、やっぱグラウンドも見てみたいですね。そうですね、グラウンドになるシーンも何度かあります。パンチ、顔面に拳を集めていきます。松本さん、このラウンド、最終ラウンド、どう、何を見ましょう。そうですね、なんとなくお互いちょっと攻めあぐねてる感じがないですね。行ききれないっていう感じがあるんですよね、1ラウンド見てると、なので思い切りいってほしいっていうか、そんな気はしますね。お互い何を狙っているのかっていうのはちょっと試合見ててね、ちょっと見えづらいところがあるんですよね、森藤はでもこう遠い間合いで打撃で戦いたいんでしょうけれどもね、きっと、橋選手も毎試合、必ず何かこうこれを今日はやる、これを今日は出すってこう課題を持ってやってるんです。今回だから打撃パンチとかっていうことになるのかなって今ちょっと考えたんですけど、でも、ね、チャンスがあったらね、本当にこう一本もどんどん狙っていってほしいみたいな ね、見てる7月のトーナメントの、ね、活躍見てる方はちょっと思ってしまう、ね、うわー、これまた厳しい攻撃です。クブ相撲から顔面に膝を集めていきます。赤野選手、やっぱりここまで見ててもあれは大きな武器ですね。膝ですか。はい、首相撲からの膝ですね、はい、というか首相撲自体がやっぱり強いでしょうかね。橋選手は力はやっぱ強いですね、やっててそれをすごく感じます、はい、はい。先ほどは首相撲の形で抱えて膝入れながら今度引き込むような形も1ラウンド後半にはありました。残り時間が間もなく3分になろうとしています。ミドルキック、インロー、その後がないか。右のロー、前足を蹴り込んでいきます。左、両者とも今ジャブを入れてまた離れるという形です。まあ、こう駒同士の戦いみたいな、一度こうポンと当たるとまた離れて、またポンと当たると離れてと、ミドルキック合わせて右のストレートを出していきます。左のフック、しかし距離を取ります。こう森藤選手はこう拳がこう縦でこう出してくるんですね、攻撃拳が。そうですね、やっとジャブが早いか。今石田選手でしょうかね、自分から手を出せと森藤に対してアドバイスしています。ローキックに対して左のフックは橋です。右のかぶせていくようなフック。さあ残り時間が間もなく1分半になろうとしています。松本さん、やはりあのコメント聞いたからには橋は1本でっていう気持ち当然強いでしょうね。ファンは期待しますね。そうですね、ファンはね期待しちゃうんですけどね。さあグラウンド、なんか、
まあ、逆にその箸を下せば森藤が一気に今度は打倒赤野の一番手に躍り出ると。残り時間が1分になろうとしています。赤野選手どうですかね。もう一つ何か欲しいですね。そうですね、今もうワンテンポ早めてもらいたいですね、寝技の。ああ、なるほど、はい、もう残り時間考えてもラッシュしていいですね。そうですね、勝負して、はい、残り時間が45秒です。前蹴り、さあ思い切って勝負してくるのは、仕掛けてくるのはどちらか。右の左手キャッチして崩します。さあ上に行く、足関節取りに行く、対処が早いか。いやいや、しっかり抱えたのが森藤です。うん、ここはこれディフェンスに変わります。橋ここはこらえて30秒の経過を待つ。当然時間は経過していきます。残り時間は少なくなる。腰を張ります。ここで試合終了となりました。うん、赤野選手、はい、お互いにまあ決めきれずという形ではありました。そうですね、まあ、最後足を取りに行こうとした森藤選手ちょっと良かったんですけど惜しかったですね、うん、はい、お聞きのように判定3対0橋高代が勝利です。松本さん、はい、まあ女王を狙っている2人の戦いという意味で改めて一言ください。そうですね、お互い、ね、やりたいことにすごく執着しすぎちゃったかなっていう、うん、ちょっともどかしい感じになってしまったんですけれども、はい、まあ、ちょっとね、来年またちょっとガンガン行って赤野選手を、うん、ぜひ赤野選手が焦る選手に成長してもらいたいと思います。なるほど、勝利は橋です。さあご覧いただいています、スマックガールの2006年最終戦 11.29 後楽園ホール大会なんですが、松本さん、はい、これからご覧いただくのが、はい、セミファイナルメインとご覧いただきます。そうですね、ルールが違うんですね。そうですね、いつもその30秒ルールと、あとまあグラウンドになったら、パウンドって顔面にパンチを入れてはいけないっていうルールがあるんですけど、はい、それをまあ取っ払って、うん、まあ、あの寝技の制限で、パウンドありという、まあ、一番究極のルールにチャレンジする4人、ね、そうですね、はい、まずはそのセミファイナルフライ級が、大室奈緒子対吉田雅子、そしてメインに登場が、藤井めぐみ対、セリン・マーレという2つの戦いなんですが、赤野選手に伺いましょう、はい、首から上への攻撃グラウンドでですね、はい、パウンドがいわゆるありですよね、はい、そして30秒の制限がない、これはどうなんですかね。まあ、あのグラウンドの得意な選手には有利ですし、あとまあ見ている側もですね、パウンドを入れることによって悶着なくなりますんで、うんうん、まあまあ、エキサイトするんじゃないかと思いますけど、うん、はい、まあ、総合格闘家としてはどう思いますか、はい、ご自身は、まあ、ぜひあのやりたいルールですし、あとはやっぱりグラウンドにつなげるようなあの、まあ、そのテクニックも身につけていかないといけないんですけども、うん、まあ、これからあのレベルが上がっていく上でですね、必要なルールだと思います、うん、はい、赤く染まりしフライ級だからこそ私はブルーでハッピーがいい。グラップリング DNA 大室奈緒子。1年前の同じ日同じ場所、赤き女王志無聡子と初代フライ級のベルトを争った。声援も技術も勝利への欲求も確かに一心一体だった。それでも乗り越えることはできなかった。判定で惜敗、大室は赤に染められた。激しく涙した舞台裏、この屈辱絶対に忘れはしない。もう一回そのベルトの射程圏内に、ベルト挑戦権の最後尾に転落した大室、ただ勝つだけでは失ったものは取り戻せない。誰もが納得するような勝利、あるいはその強さ、だからこそこの試合自身初パウンド解禁ルールに挑む。私は希望していたルールなので、赤の悲劇を乗り越えて私は最後はもうボコボコなんですけどマウントパンチなんですよね。ジーシュート王者吉田雅子。
鮮やかな手製のコスチュームでリングを躍動する吉田。立っても寝ても戦えるそのトータルバランス、今や次世代を担うファイターとなった。今年6月にはシュートが認定するストロー級トーナメントに参加。スマックのフライ級に当たるこの階級を見事制覇。向上心の塊がついに結果を出してみせた。最終目標を高い位置にこうセットしとくと、もうどんどんそれに向かって頑張れるから。さあ、残る相手はあと一人。ちょっと上手に。フライ級を支配する赤くて強い女王。そんなもの関係ねえよ。やっぱり私は。2年前の対戦は両者譲らずのドロー判定。そして用意された完全決着ルール。もちろんその先に。やっぱりあのピンク色のものが好きな色ピンクです。狙いは定まった。とにかく勝とう。それ以外のものはきっと後からついてくる。女王に手ぶらは失礼だから、相手の首を手土産に。さあ会いに行こう。フライ級第一人者の意地か、大室直子。フライ級新世代の騎手か、吉田雅子。SGS 特別ルールフライ級5分2ラウンド、大室直子 VS 吉田正子。11.29 スマックガール後楽園ホール大会、いよいよセミファイナルを迎えます。グラウンドでの時間制限なし、さらにパウンドありの過酷なルールで戦われるセミファイナルです。先に登場は吉田正子。この長い手足、柔軟な体を持つスマックガールのレギュラー選手です。2003年12月6日のスマックガールデビューから丸3年です。このコスチュームも一つのポイントになります。新世代のフラッグシップ吉田雅子です。ちょうど1年前2005年11月29日ここ後楽園ホールでした。スマックガール最軽量記念日とタイトルされた大会のメインに彼女大室直子は立っていました。スマックガール初代フライ級女王決定戦、底なしのスタミナで最後まで闘志あふれる戦いを見せるものの、品質さとこの投げ技がさえ、判定3対0、大室はベルトを巻くことができませんでした。号泣の帰りの花道、その姿を忘れません。145センチ、その小さな体はコマネズミのように動き回り相手を翻弄します。今年スマックガール3戦目です。今リングインとなりました大室直子。そして慶州会勢に見られるこの天を仰ぐように大の字にリングに横たわります。セコンドには宇野香織がつきます。この戦いは特別ルールとなります。グラウンド制限、制限時間なし、そしてグラウンド状態で顔面への攻撃ありです。松本さん、改めて入場シーン、さらに両者の表情を見て、いつもと違うルールどう感じますか？そうですね、気合はすごく入っている、いますけど、はい、必要以上にはお二人とも緊張がないというわけじゃないですけど、うんうんうん、上がってはいない、すごくいい感じで仕上げてきてるんじゃないかなって思います。なるほど、はい、赤野選手、まずこう両選手の体つきはもう全く違いますね。そうですね、リズムの長さもこれだけ違うと違うんで、これイコール戦い方も得意な分野ももちろん違うわけですよね。そうですね、お互いに、まあ、グラウンドが得意なので、うん、さあいきなり飛んできました。しかしよく見切っています。まあ、目の前にピンクのものがなんて吉田選手言ってましたが、そのピンクのコスチュームが大室直子。一方吉田雅子は髪の毛をこの茶に染めた選手です。まずこの打撃の間合いが、当たる間合いが全く違います、この2人です。まあ、でも松本さん、大室選手にとってはもうほとんどがこういう大きい選手としか戦わないわけですからね。そうですね、
145cm、はい、右のフック入れましたね。でも今リングだとすごく大きく見えます、うん、今日特になんかこう大きく見えます、うん、はい、先ほどからこう飛んでくる飛び系の技を見せようとするのが吉田です。これがフェイントなのかどうか。左ミドルキック、その離れ際にしっかりと打撃を出します。大室蹴りいいですね、うん、右足前の大室です。左届きました。今度サイドキック見せます。飛び込んでくる、冷静です。高野選手、はい、大室直子という選手はどう映っていますか。そうですね、なんかあの決めにくそうな、ま、もし私が戦ったら、はい、ちょっとなんか決めにくい選手だなっていうのがあります。そうですね、はい、スケープのやり方もかなりうまいですし、うん、はい、まあ、こう手足が短いですからね、これは決めづらいですよね、やはり、はい、それもあります。逃げるテクニックを持ってますね、やっぱり。ああ、そうですか、はい、まあ、研修会には広野選手、シュートのバンタム級で戦いますが、その広野選手も、まあ、似た体型ですよね、まあ、男子の選手ですが、この広野選手とのスパーリングはかなり相当積んで、このいわゆるエスケープの技術もそういったところでは磨いていると思われます。一方の吉田雅子、これは赤野選手どう映りますか。そうですね、吉田雅子選手は下から の攻めが寝技に関してはうまいので、うん、まあ、大室選手パウンド落としていった時に、まあ、簡単に落としていくのに考えながら落とさないと下からまあ取られちゃう危険性がありますね、はい、松本さん、その吉田選手は前回勝利を収めてすごくこう強気な発言がありましたもんね。そうですね、もうでもね、嬉しいですよね、うん、こういうこう新鋭の選手の人がどんどん上をもう狙っていってくれるっていうのは、うん、活気づくし、上の人ももっとやっぱり突き放そうとして頑張るし、はいはい、どんどん言ってほしいと思います。そうですね、昨年4月に、まあ、いちご選手に不覚を取って以降は怒涛の4連勝中です、吉田雅子、まあ、その中には松本さん、エッジ選手から、スプリットですが判定で勝利、これは一気にベルトに近くなりましたね。もともと吉田選手柔術がベースなんですけれども、はい、もう今はストライカーって言っていいぐらい、うん、本当に打撃に目覚めていて、はい、で今日もだから本当に打撃で勝負っていうつもりではいるんじゃないですか。まあ、あとファンとしてはこうグラウンドに行ってパウンドをいつ出るのかなって、それがまだないんですよね。そうですね、かなり大技を打撃、スタンディングでは飛び蹴りであったりバックブローであったり大きくぶん回してくるフックだったり見せるのが吉田、しっかりとそれを見ているのが大室です。まだテイクダウン狙い、引き込みに、そういった動きは両者ありません。松本さん、本当にちょうどこう、ね、ベルト取れずに追いつしながら帰っていった戦いからもうちょうど1年なんですね、これが。そうですね、やっと右のフック、右のフック、逆に大室も入れます。ああいうのってこう逆、ちょっと大室選手も結構こう長くやってらっしゃるんで、どうなんだろうって、そのモチベーションってこう戻ってくるのかなって心配になるんですよ、いつもああいうのを見てしまうと。だけどもう一回しない選手とやるっていう気持ち強いですよね、うん、ああそうですか、はい、なんかね、左、本当にこう動きの一つ一つ、そういう、こうモチベーションというのがすごくみなぎってる感じしますね、大室選手。赤野選手、本当に大室選手は例えば蹴りの後すぐこうパンチにつなげたりってこうつながってますね、はい、攻撃が、まあ、コンビネーションの練習もまあ相当積んで、まあ、相手からどう来られたらこういくとか練習に積んでるんじゃないですか、はい、軸足をローで蹴り込んでいきます。しかし先ほどから中央を取っているのが吉田です。バックスピンキック、ここは無理に前に詰めません。右のフック、それに対して前蹴りは大室、今度は大室が中央を取ります。さあテイクダウン狙いです、片足タックル、さあグラウンドです。ここから首から上へのパンチ認められています。さあ出るか、最初に落とすのは大室のようです。いくか、どうだ、左足が効いています。さあ入れた、ここで第1ラウンド終了。松本さん、ギリギリ見られずっていうところでした。そうですね、綺麗なタックルでしたね、うん、しかもちょっと2ラウンドどうなるんですか ね、すごく楽しみ、はい、岡野選手、我々は何見ていけばいいですか、2ラウンド。そうですね、まあ、台形の展開も見たいんですけど、はい、やっぱりグラウンド見た時どっちが落とせるかっていうのもやっぱり見たいです、ね、このルールですから、まずはどっちが口に切るかですよね。そうですね、
最後の一発あのスタイルすごい良かったですね、小山選手の。コーナーに追い込み切れませんか、ミドルキック、これいいミドルです。しかしよく見ています、非常に冷静なのが大室です。まあ、それに対して体でリズム取りながら、常にリズムを取りながら、吉田正子、160センチの吉田に対して145センチの大室直子、なんと15センチの身長差があります。松本さん、よくこう例えば男子で2メートル超えてる選手と戦う180センチの人だったらまだ分かりますけど、そうですね、さあテイクダウン狙いいった大室です。赤野選手、お待たせしました。はい、どういくんですかね。ああ下からガード、自陣のコーナーに近いところに運んでいきます。大室、当然指示がよく聞こえます。その指示が吉田にもプレッシャーになります。うん、まだ拳は落としません。はい、さあ一つ今顔面に入れた、ここは冷静です。まあ、首自体も右左に逃れづらい、コーナーに押し込んでいきます。しかし下からも積極的にこう足を上の方にずらしながら、さあ腕いけるか、腕に絡んでいきます。まだ強いパウンドは入りません。ここはしっかり左手でガードしています吉田。そうだから、パウンドがルールだからといって、ね、パウンドにこだわりすぎると、吉田選手も下から本当にうまいですからね、この辺を大室選手がやっぱり冷静にいかに、そうなんですね、ルールに踊らされることって意外とあるんですよね、そればっかり逆に意識しちゃうのが、うん、思うツボですよね、うん、本当に無理やりパウンドなんて、ね、打ち込もうなんて。あ、ここは一つ入れました。中野選手、下の吉田もこういろいろ仕掛けようとしてますね。そうですね、もう足でコントロールしてるんで、うん、あのまあ、打たれてもその準備あるっていう感じですね。そうですね、はい、本当にこうダメージになるほど強い顔面への攻撃はまだありません。今一つ鉄槌がありました左。ああ、しっかり綺麗に乗ってですが、まだ顔面は開きません。顔面ばかり今度意識をするとというところです。大室ももちろんこう決めも見てみたい選手です。アームバーの形に行きます。腕を伸ばしに行く、ここは無理をしないか、マウントを探りに行くか。30秒制限はありません、グラウンド。さあ上に乗ります。さあサイド右の横あたりにパンチを落とします。ロープを握るのは気にされています。さあパンチ右手で拳、さらには鉄槌、左も落としていく、しっかり乗っています。さあ足を完全に伸ばして、乗ってるバランスは素晴らしいですね、うん、今度はバック、左の拳で空いているところ隙間を縫って顔面に入れていきます。赤野選手いかがでしょう。そうですね、このコーナーがあるからちょっと吉田選手 もう動きを止められていまして、うん、もう腕も持たれてますし、パウンドがなければ腕を取られるような。さあ入れ替わった、ここは頭の位置自体は中央に向きます。これでも表情がものすごく落ち着いてるんですね大室が。もう練習してきたことをなんか出せばそれでって感じですね、うん、さあしかし下から腕十字に行きたい、腰を伸ばせるか、足を伸ばしきって倒せるかどうか。いや、来た。そうですね。今いかがですか。もう今のは取れて、吉田選手も取らなきゃいけないところでしたけども、うん、まあ大室選手も逃げるのうまいんで、さすがですね。本当に。そこを決めさせない大室ということですか。はい、で吉田としては空いたところで決めたいんですね。そうですね。今決めれそうですね、ほとんど。はい。はい、でも自陣のコーナーの方で戦うっていうのはやっぱり相当気持ち的には有利ですか。そうですね、落ち着きますね、はい、例えば藤めぐさんが横からこう声がすぐ横に来るんです、ね、そうですね、はい、しかし最終ラウンドも残りが30秒切ります。松本さん、どうですかね、残り30秒。いやー、大森選手落ち着いてますよ。落ち着いてますね、うん、逆に吉田がこれ残り時間少ないから焦りますよね。そうですね、下からも仕掛けがあるだけに、ここは戦いやすい位置で戦いたいんですが、コーナーにうまく運ばれました。残り時間10秒です。セミファイナルで行われていますスマックガールの特別ルールの戦い、リミット48キロ総フライ級の一戦です。フライ級の女王はシナシ、そのシナシに向けての両者、ここでタイムアップとなりました。フルラウンド戦い抜きました。さあではファーストインプレッション、松本さんに伺いましょう。
や大室選手ですねに尽きるような気がします。今日はこの戦いに関してはでも安心した表情でした。その後半 そのグラウンドの展開も良かったんですけど、いいですね、その前半の打撃も吉田選手に対しても、うん、全然引け取らなかったですからね、はい、やっぱりこう思うところあったんですね。その、うん、ようやく勝利が分かってからガッツポーズが見えた表情が緩みました、うん。赤野選手改めていかがでしょうこの戦い。そうですね、やっぱり石内選手に負けてから今日までやっぱりいろんな思いを持ってる、ね、練習をしてきて、うん、まあ、それを全部出せたかどうか分からないですけど、はい、とりあえず勝って次へつなげれたんではないでしょうか。そうですね、はい、勝利を収めたのが判定フルマークでこちら大室奈央子です。すごい、えらいえらい。いやなんか久々になんかこの試合後になんか笑った気がします。なんかいつも反省ばっかりで勝っても負けてもだったんで、ここ本当何年も今日リサ選手がああいういい形で勝ってらっしゃるので、まあ、そのあたり最初はリサ選手からなのかなっていうのはやっぱり、うん、冷静に考えれば思うし、だから、まあ、リサ選手と品志選手とやって女王になった方とやらせてくださいって感じですかね現時点では、はい。この日長きにわたりスマックと共に歩み、そして誰よりもスマックを愛したベリー・イチョ選手が引退セレモニーを行いました。この後テンカウントゴングが鳴ったら格闘家一号は本当に最後なんですけど、ちょっとまだやりたいなってなってほしくないなって思うんですけど、でも胸を張ってゴングを聞きます。自分の未来のためにありがとうございました。さようならです。ありがとうございました。以上でベリーイチゴ選手の引退セレモニーを終了いたします。ご来場の皆様、
盛大な拍手をお願いいたします。倒すのはそうですね、どうしたらいいんですかね。緊急指令、藤井めぐみを倒せ、プロジェクト発足。ガールファイトレジェンド藤井めぐみ、2004年40秒という衝撃のタイムで総合デビューを飾った藤井。その後も相手を寄せ付けない秒殺勝利を連発。開始直後からの猛ラッシュ、それをスタミナへの不安の裏返しと取ればどうだ。立てても動けるんですよね。あのランニングハイみたいなもので、なんか格闘技ハイ。藤井めぐみを倒せ。7月に行われた寝技の大会を圧倒的な強さで制した藤井。寝技の猛者はいつだって打撃に弱い。それは女子格闘家だって例外ではないはずだ。寝技に比べると立ち技の方がもちろん穴ではあると思うんですが、逆に立ち技で攻めてきてくれるとやりやすいですね。藤井めぐみを倒せ。ニューキャッスルの弾丸セリン・マーレイ。空手出身のストライカーセリン。データのない未知の強豪で藤井の不安を煽れ。それはないですね。あの、まあ、アマチュアの経験が本当に長いので、まあ、日本もそうですし海外にも行って試合もしてるので、そういう経験がすごく生きてくれてて、安心してっていうか精神的にも落ち着いた状態で試合に臨めてます。藤井めぐみを倒せ。そのタックル、ロケットタックルってみんなで言ってるんですけど、その決め、流れの中で取っていく。倒す方法が見つからない。これから先寝技はさらに磨かれ、打撃の穴も埋まっていくだろう。女子格闘技の伝説と言われ、現在もなおその伝説を証明し続ける藤井めぐみ。やはりこのファイターを倒す者はいないのか。本当にいないのか。さあその瞬間を見逃すな。ミス秒殺藤井めぐみ、得意の打撃で打ち抜くか。セリン・マーレイ。 SGS 特別ルール、54キロ契約、5分2ラウンド。藤井めぐみ VS セリン・マーレイ。いよいよスマックガール2006年最終戦のメインイベント、最後に登場は藤井めぐみです。セミファイナルに続いての特別ルールで戦われます。では今回はゲスト解説に赤野選手をお迎えしています、はい、ぜひこの時の寸前の藤井選手というのはどういう気持ちのテンションだったりするんですか。逆になんか、試合の感じ の気持ちをみんなに表すのではなくて、なんか周りを逆に楽しませようなことを 言ったりしますね。あ、そうなんですか、ね、でも寸前の表情はちょっと今違ってましたね。そうですね、さあリングインです。藤井めぐみ、体格差戦場にはオーストラリアのストライカーセリン・マーレイがいます。この戦いもグラウンドの制限時間はありません。スタンディングで、失礼、グラウンドの制限時間はなく、グラウンドで首から上へのパンチ認められています。さあ松本さん、いよですね。そうですね、まあ、戦前セリン選手はもう藤井対策は十分練ってきたと、はい、で彼女の可愛い顔に私の打撃を当ててあげるわというような不敵な発言もしていますので。そうですか、はい、でも体見るとね、いい体なんですよね。鍛えてる、これは鍛えてるなという感じします。腰にはタトゥーが見えました。リミット 54kg 契約で行われます。5分2ラウンド制。やはり決めにこだわる藤井めぐみ、打撃で来るストライカー結構、そんなコメントもありました。目を合わせようとしません、セリン・マーレ。
そして相手をずっと見据えるのが藤井めぐみです。会場が静まり返ります。2006年 11.29 後楽園ホール大会、スマックガールの年内最終戦です。曲女伝説、決める女の伝説とタイトルされています。さあいよいよ第1ラウンドが始まります。5分2ラウンド制です。ラウンド1、さあスタンディング注目です。先に中央を取っています藤井めぐみ、もうすでにプレッシャーをかけています。左右のパンチを出していきます。セリン・マーレイ、前蹴りはこれフェイント、低いタックル、すでに足に絡みついていきます。ロケットタックルです。セリン・マーレ、さあグラウンド果たしてどれほど対処できるか。さあもう足に絡んでいる、足に絡んでいる、表情が変わっているセリン・マーレ、もう焦っている。うわー、タップアウト、早い早い、なんとタイムは30秒切ってます。一発目のロケットタックル、もう滑り込むように赤野選手。あ、そうですね、タックルというかもう足か狙いでこっちから取りに行きますね。おー、リサワードですかこれ。そうですね、そうですね。あ、うわぁ、衝撃なんだ。あ、山里さん、あの、胸に手を当てたら奈良さんすごいっていうことでしょうね。っていうことでしょう。あのタックルじゃないんですね、もう取りに行ってるんですか。そうですね、スライディングですね。もうこの時もキャッチして、そうなんですよね、スライディングした時にもうできてるんですよね、形が。はい、だから相手動いてるんですよ、言っときますけど。そうです、ね、どうしてこういうことができるんでしょう。それはリサワードもあの顔になるわっていう感じですけども、いや衝撃です。20秒です、20秒での勝利です。自分の中ではすごく長く感じました。なんかちょっとやりたいことがあって、そのパターンを練習してたんですけど、相手の打撃が出てきたのを見て、ちょっといろんなことを考えて、あ、このパターンはダメだなっていうのを自分の中でいろいろ置き換えながらちょっと動いてたんで、なんかすごく長く感じて、で気づいたらまあちょっとスライディングでアンクルに行ってたんですけど、まあ、今やりたい相手誰だって言われれば、まあ、対戦したことのある、エリカ・モントヤだったりとかアンナとかとやりたいなっていうのがあって、それはなぜかっていうと、やっぱり総合始めてもうすぐにやっぱレベルの人とやってしまったので、やっぱ自分の中で総合をやりきれない、総合を把握できないまま戦ってる、ちょっと未熟なままで戦ってる不甲斐なさっていうのがずっと残ってて、やっぱりあれぐらい強い選手とやるんだったら、もっとしっかり自分の中でプロフェッショナル的なものが出来上がってから戦いたかったなっていうのすごく思うんですね。みんながやれやれって言うんであれば、やっぱりそれも避けては通れないのかなとは思ってます。赤野選手、はい、わずか20秒で勝ったのに長く感じましたって言ってましたね。まあそれまでの練習も含めての意味じゃないですかね。その割にはそれを聞きながら、はい、赤野選手は本当かよって突っ込んでましたけどね。試合時間は長いとは言えません、はい、そうですよね、はい、20秒ですからね、はい、ちなみにスマックガール、まあ、過去藤井選手が今の戦い含めて3戦戦ってるんですが、はい、最初松本由美戦が2004年8月40秒、そして今年の6月30日たまちゃん戦、これが53秒、3試合合わせて松本さん1分53秒。そうなんですよ、空の隙間からをこの1番聞いてる間に3試合戦ってるぐらいだったんですよ。いいことです、はい、本当そうですよ、ね、こういるんですか、脅かす存在がっていうところに何人か顔出てましたね、さっき紹介の VTR で出てましたね、まあ、この VTR にも滝本選手と戦った、びっくりした感じ見てましたね、リサワード選手ね、
あれは今ぜひやってみたいってことなのかも、私はやりたくないってことなのかね、ちょっと聞いてみたかったですね本人に、まあ、ショックの後にでもやっぱり気になってっていう感じなんでしょうね。私なんかもね、リサード選手と藤井選手はどうなんだろうっていうのね、あの2人ともすごくフィジカル面もあるし技術もあるし見たいですし、まあ究極的にはねやっぱり最後に映った人ですかね、最後に映ったなんかものすごく三角の目をしてましたけどね、この世のものとは思えないような、はい、あの西の方の T さん、はい、あの辻優香選手ね、あのバラさないけど T さんって言ったのにどうぞ、あの彼女は、まあ、絶対女王っていうふうに言われていて、まあ、無敵っていうふうに世界最高峰っていう、だ世界最高の呼び声高い日本人選手が今2人いるわけですね、うん、絶対女王辻優香選手、秒殺女王、うん、藤井恵選手、はい、やっぱり階級が合っているのなら見てみないわけにはというか、そうですよね、はい、うん、なんていうか年は越せない、普通に喫茶店で話してるみたいなね、いや本当に見てみたいよねみたいな、これねみんな思ってるんです、うん、みんなが思ってるんです。赤野さんはまあもちろんね、はい、こう一番近い存在なんでまた、はい、別かもしれないけど、どうなんですか、見てみたくないですか、まあまあ、2人とも魅力的な選手ですし、女子のこの格闘技のセンターにいる選手ですから、それはやってもらいたいとみんな思うかもしれないんですけど、うん、まあ、こう長年ですね、こういったあのラインでやってきてるんで、まあ、2人にもそれぞれ思いがありますし、うん、あのまあ、2人がやりたいと思った時にやればいいんじゃないかなって私は思います。それの方が多分一番いい試合ができると思うので。なるほどね、はい、そうですね、はい、松本さん、まあ、それが果たして来年なのかその次なのか、はい、まあ、それは分かりませんが、まあ、でも本当にこう見たいカードがあるっていうのは幸せですね。そうですね、夢のカードがあるっていう、そうですね、階級がね、もう毎日そのことを考えているだけで私は幸せに生きられます。プロの仕事もしてください妄想とか想像ばかりじゃなくて、そうですね、来年早々にはですね、来年最初の大会には、新宿フェイス大会が、2007年3月11日ですか、ここではまたビッグマッチがあるんじゃないかななんて言われています。松本さん、そうですね、しなし選手が持つフライ級のベルトに、はい、まあ、どなたかが挑戦するのか、まあ、今日の大室選手、下選手の結果や伊沢田選手、竹野選手の結果を踏まえて決まっていくんじゃないでしょうか、うん、そうですね、はい、ぜひ応援してくれたファンの方に、まあ、来年に向けても抱負をぜひカメラに向かって持っていただけるでしょうか。はい、来年もどんどん一本狙いで皆さんにいい試合が見せれるように、練習して頑張ってきますので、応援どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。初解説として登場していただきました AACC 赤野瞳選手、そして解説に松本幸男さんをお迎えしました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来年も、スマックガールでお会いしましょう、メリークリスマス、そして良いお年を、ごきげんよう、さよなら。ここで番組からプレゼントのお知らせです。先日行われた渡辺久恵ファン感謝祭の会場限定のオリジナル T シャツを3名様にプレゼントします。渡辺選手本人がプリントした貴重な非売品の T シャツ、詳細は J スポーツ格闘技サイトにアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。